Next Saarland, which will take place on October 8th in Zurich, Switzerland. We have to be right now. あの上に映っておりますように、あの筋電義手というあの、ま、手を失った方のためがあの、ま、自分の手の代わりに使うあの手ですね、機械の手を開発しています。やはり、まあ、パラリンピックは身体的に健康な方が多くいらっしゃるんですけども、そうではなくてサイバスロンはあの科学というの力、要は機械の力を借りて、挑むことができる競技なので、いろんな障害、要は重度障害の方もそうですし、裾野が広がる、要は参加しやすいものになっていると思います。それはあのぜひあの優勝を目指したいというふうに思います。サイバスロンでやっぱり一番大学としてこう、できればいいなと思っているのが、あのいろんなところと、まあ、ネットワークを本当の意味のネットワークですね、これを 持つきっかけになる。で、我々は全ての人に動く喜びを、障害だろうが健常者だろうが高齢者だろうが若者だろうが、誰でもやっぱり動くとか歩くとか楽しみを持ってほしい、そういったものを、考えながらテクノロジーを作っていくような企業を目指しています。パパイ、If the event would take place in Japan, I think also the Japanese companies could profit. They have the technology, but also Japan as a society, as an aging society, does need this technology in the future also.